そうだったんですか。でも下ろしてよかったんじゃないですかね。産んでもいいことなかったと思いますよ、あんな男じゃ。うん。体は大丈夫なんですか。大丈夫。気持ちはわかるけど、くよくよしてたって仕方ないですもんね。めぐみさんらしくないし。あのさ、私実家に帰ろうと思ってんの。なんで？そんなのおかしいじゃないですか。違うの、前から考えてたことなの。なんだかいろいろ疲れちゃっててさ、ここ数年。仕事のこととか実家のこととか。お母さんももう年だしね、私が面倒見ないと。うちお父さんいないし。だからちょうど行きたいかなと思って。夜明けの